はい、それではですね、いろいろご説明をね伺ってきたんですけれども、やっぱ社長はすごく歩行がお好きということで、こういった本家さんとかね、スキャンリフォームさんとかやっていらっしゃると思うんですけれども、やはりこの歩行の有名さとか、うん、その歩行が大好きだとか、その辺を、ね、ちょっと語っていただければと思うんですけれども。ええ、そうですね、私やっぱ歩行が好きですね。はいはい、で他の国も、うん、一応北米とか、はい、アメリカ、カナダも数回行ってます。で、ニューヨークも行って、白タク乗って、お金取られたこともいっぱいあります。まあでも、あとヨーロッパはですね、やっぱし、それからやっぱ北米からヨーロッパへ行きますと、やっぱちょっと文化がね、深いですよね。そうですね、確かにね。でその中でもやっぱしヨーロッパでいろんな特徴がありますし、そうですね、ね、ラテン系のイタリアとかね、フランスのものも、まあ、それはそれでまた刺激的であり、おしゃれであり、いいですよね。まあでもやっぱしなんとなく北欧が好きなのは、やっぱある程度シンプルで、で一つデザインがずっと長くね使われて、でまあ物でも椅子でも、まあ、ここにあるような椅子でもそうなんですけど、いいものを長く使うと、っていう文化がありますよね。まあヨーロッパ全般的にそうなんですけど、そうですよね。家具とか例えばガラス席とかそういったものでも全部そうですよね。そうですね。ですからまあ大切に物を使って。まあ本当に壊れたら直すと、まあ使い捨て文化では確実にないんですよね。でまあデザインもまあシンプルであり効率のいい、ね、でもシンプルですがすごくおしゃれですよね。そうですね。まあデンマークにしろフィンランド、スウェーデン、非常にまあ素敵ですよね。そうですね。まあ僕も車も結構好きなものですから、まあいろんな北米の車とかね、まあヨーロッパの車とか、イタリア、フランス乗って、スウェーデンのボルボもいましたし、やっぱその中でやっぱ飽きが来ないんですね。ボルボなんかも派手ではないんですけど。ずっと使い込むと味が出てくると、まあすごい豪華な感じですもんね、見た目もね、でも最近はだいぶ繊細になってきましたよ。そうですね、ちょっと丸くなってきますね。そうですね。であとね、やっぱし特にスウェーデン、フィンランドなんか考えると、簡単にこういう建築資材とか建築のものに関して言うと、また全てのものが地球に戻る素材なんですね。なるほど。はい、で家の寿命が2世代3世代過ぎて、まあ、家の寿命がこう終わるじゃないですか。そうするとまたこの大地に戻っていく素材が結構使われてるんですよ。でも本当に木とか漆喰とかが多いので、そうですね、確かに本当に自然素材の家ですよね。ですから、まあ、そういうのがね、特にヨーロッパの方はエコという取り組みがね、まあ日本でいうエコとまた違う意味でのエコっていうことがもう確立されてますよね。まあ、そういうところを見てくるとなかなかこれはやっぱり本物だなと、というところでまあ歩行が好きですし、まあね、一年のうちの半分はなかなか太陽も出ないです。そうですよね。暗い国かもしれないんですけど、まあ太陽が出てくるようになったら、その分倍以上にこう遊び回ると。そうみたいですね。心がね、確かに。であと時間の使い方に関しても、自分中心のね、家族中心という考え方もなかなか共感できますね。まあ日本もそうであってほしいんですけど。なかなかね、お金もいろいろね、子供さんがいたりするとお金もかかりますし、そうですね、サラリーマンの方はね、うちもすぐ帰ってくるのが遅いですからね、社会的にね、なかなかそれは難しいことなんですけど、まあできればそういう余裕を持ってね、生活をして、なおかつその箱物はね、そういう素材の中でできるだけいたようにしたいものですよね。でも本家さんのこの建物は本当に何て言うんですかね、シンプルなんですけれども、かつ特徴もあって実は私10年ぐらい前に家を建てたいなと思っていた時に本家さんの建物にね、お邪魔して実はある社長ともお会いしてるじゃないですか。そうですね、もう昔もね、可愛かったですよね。覚えてるんですかね。覚えてますよ。社長若かったですね。僕もこんなね、メタボじゃなかったですね。なんかブルーのシャツ着てたの覚えてますか。あ、そうですか。ブルーのそうですね、ブルーのシャツ着てますね。青のはブルーの。なるほどなるほど。生活スタイルとか、デザインの良さとか、もう家の中にいて楽しいっていうんですか、家の中にいて楽しい生活っていうんですかね、なんか、そうですね、本当にそう思いますね。まあ営業的なこともちょっと話しておかなきゃいけないんですけど、はい、どうぞ。窓もね、ドアもね、やはり最低ペアガラスなんですね。ああ、なるほど、はい。で、今日本のものもだいぶペアガラスが普及してきてますけど、特に歩行のうちの特徴は、窓とかドアがやっぱ木製なんですね。やっぱ木製っていうのは多少手がかかるっていうこともありますけど、手を加えてあげれば本当に寒さ暑さも伝えにくいし、手にこう馴染んでくるところがありますよね。そうですね。よく木っていうのはね、どうして落ち着くかっていうと、やっぱし真っ白いものとかプレーンなものっていうのは、この間テレビで言ったんですけど、脳がですね、白い真っ白いものとかそういう単色のものを見ると、なんか焦点を探そうと思って脳がいつまでも動いてるらしいんですよ。あ、そうなんですか。ここにあるような木はもうね、節に白柄がありますから、もうそこにすると人間はもうこれで目を留めるらしいんですね。そうするとやっぱり脳がこう休まって、それは揺らぎの効果になっているということですよ。でも確かにこのログハウスにいると落ち着きますよね。ワクワクする部分とすごく落ち着く部分とすごい楽しいですね。そうですね。と僕も思って、自宅もね、すべてこういったものの中に住んではいるんですが、私もね、いつかはね、住みたいですね。ね、二人に帰っちゃったらね。そうですね。二人に帰って住みたいですね。はい。じゃあ社長、じゃあ最後にですね、これからこの社長のスタイルとかに憧れる方すごく多いと思うんですけれども、その家を作る方にね、アドバイスを一言まとめていただければと思うんですけれども。そうですね、まずいろんなものをですね、自分の考え方を一度整理をして、自分が何をしたいんだと、何が好きなんだ、っていうような感じのものをね、やっぱり一回ちょっとやっぱ整理をして、その中でアドバイスというわけじゃないんですけど、どんなうちうちで関してなんですけど、やっぱこういったものはやっぱ僕は好きなんだ、私は好きなんだっていうことを一応確立していただいて、お互いにご相談して歩み寄ってこう家づくりと、あと今後のねライフスタイルについてこう意見を交わして建物を建てるという、そういうコンセプトでやっていきたいですよね。はい、ありがとうございます。なんか本当に家を建てるイコールそのライフスタイルも全般っていうふうになりますもんね。そうですね。家はね、ライフスタイルのね、ましてその一つのものなんですけど、でも大きいですよね。そうですね。お金もね。そうですね。そこは社長に頑張っていただいて、頑張れるものは頑張ります。はい。はい。じゃあこんなね素敵なねご自宅も開放していただきましたし、モデルハウスもこうやって本当にゆっくり見せていただいて、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。またぜひこの北欧スタイルですとかログハウス、住宅を住んでログハウスなんですけれども、ご興味ある方はぜひ青野社長にお話を聞いていただいて、ご自分のライフスタイルを見つめていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ここからは、住宅に関するマネー情報のコーナーです。マイホームは人生で最大の買い物だと言われています。そこで避けて通れないのが資金計画です。今回は私も所属しております FP 集団スマイルマネージクの人気住宅ローンセミナーから抜粋してお送りしたいと思います。セミナーでもよく質問があります税制のまとめなんですけれども、最近ですね平成24年の大綱が衆議院可決になりました。で最終的に参議院可決になって初めて正式に成立という形になるんですけれども、ほぼ決定なんではないかなということで、ここでまとめてちょっとおさらいしていきたいと思います。でまず1点目、住宅ローン減税なんですけれども、これは所得税住民税の控除になります。平成24年度は10年間で最大合計300万円、平成25年度は10年間で最大合計200万円となります。これはかなり大きいですよね。所得税に関しては本当に還付という形になりますので、銀行の口座に入ってきます。それを積み立てていただいて、積み立てていただいたものを繰り上げ返済なんかに使っていただくと非常に有効だと思います。またもう一つあるんですけれども、この省エネの水準が一定以上であればプラス100万円形になります。今省エネ関係でね力入れてる住宅多いですので、この100万円にね該当する方も出てくるんではないかと思います。続きましてこちらですね、住宅建築に関わる、贈与税の非課税枠の拡大についてです。これね注目されている方非常に多いと思います。結構セミナーですとかご相談でも問い合わせの内容すごく多いですね。で、基本は、110万円までというのは贈与は無税になっております。でただ110万円だけではなくって、住宅を建てる時には例えばご両親から大きな贈与をっていう方であればこの制度非常に有効だと思います。で平成24年度に関しては、基礎控除プラス100万円、平成25年度はプラス700万円、平成26年度がプラス500万円となっています。これは大きいですよね。でさらにですね、省エネですとか耐震性が高い住宅に関してはさらにプラス500万ということで、かなりもう本当に大きな金額になります。例えば平成24年度で言えば基礎の110万円プラスの1000万円で、高性能の住宅であればプラス500万円ということで1610万円の枠が使えます。使えるものは、いろいろ研究していただいて、ぜひ使っていただければと思います。で、次なんですけれども、これは住宅の税制ではなくてフラット35のお話になります。でフラット35の金利優遇についてなんですけれども、長期の固定金利の住宅ローンフラット 35S ですね、有料住宅についてってことなんですけれども、これは平成24年の10月31日までに申し込みになるとすごく優遇されます。で当初の5年間は 0.7% 優遇、これは省エネルギー性能が優れる住宅ということになってますけれども、その後の5年間は 0.3% の優遇です。で以前1% の優遇の枠がありましたけれども、これも非常に人気でした。でこの、0.7% 優遇も非常に人気が出ております。で、一応10月31日が申し込みなんですけれども、予算枠に達すると早期中止という形になってしまいますので、ぜひちょっと気をつけていただければと思います。中止になる直前というか前にですね、フラット 35S のホームページの方でいついつまでに例えば早まりますよとかっていうふうになりますので、注目をしてください。で長期有料住宅などはさらに優れた住宅ということで、20年目までこの 0.3% 優遇されます。かなり長いですよね。でじゃあこれを実際にどうなるか事例として見ていきたいと思います。長期有料住宅の場合なんですけれども、例えば基準金利が 2.20% だとします。1年目から5年目までは、それから 0.7% 優遇ということで 1.50% になります。かなり低い金利でね借りることができますよね。で6年目から20年目までは 0.3% マイナスということなので1.90% になります。22年目からは、基準金利の 2.20 になります。でこれを、使って2000万円借りたとします。で35年のローンで借りた場合なんですけれども、なんとですね利息の軽減が148万円になります。これはかなり大きいですよね。いろいろ制度がありますけれども、理解していろんな制度を使っていただいてお得に住宅を建てていただければと思います。はい、またですね、こちらのスマイルマネージュクのコーナーでもいろんな皆さんのお役に立つ制度とかまとめてご紹介していきたいと思います。また4月6日あたりにですね、参議院可決となって正式な決定となると思います。またそのあたりもご案内していきたいと思っております。はい、それでは今日ですね、こちらのモデルハウスオープンハウスご案内させていただきましたネイチャーフィールド様のこちらのハウスなんですけれども、変革が随時できるということになっております。社長さんはですね、ご案内をお願いします。はい、見学の電話番号ですね、0539630788までお願いします。はい、これはいつでも見学可能なわけですか？一応火曜日が定休日になっております。はい、で外に出ていることもありますので、はい、いらっしゃられる前には一度連絡いただけますと取り違いがございませんので、はい、そうしていることをお願いいたします。はい、この素敵なですね、北欧の、フィンランドのログハウスですとか、本当に素敵なお家になってますので、ぜひぜひ見てねいただければと思います。一人でも多くの方が来てね、実際見学に来ていらっしゃってほしいですよね。はい、はい、そうです。はい、でまた、いろんなことをですね、ホームページの方でも、かなり詳しく情報が載っております。でこちらのホームページの検索のキーワードなんですが、じゃあ社長こちらもお願いします。はい、こちらもですね、はい、ネイチャーフィールドもしくは本家岩田スキャンディーホーム岩田、はい、北欧スタイル岩田のこちらで検索をしていただければご覧になることができます。はい、かなりいろいろね載ってますね。はい、はい、先ほどスキャンディーホームさんの例えば見学会の様子なんかもこれにアップしていくわけですよね。はい、そうです、はい。あと上等式ですとか、そういったいろんな情報なども細かいこともかなり流していかれたりとか、うん、そうですね、うん、あと社長のブログのページなんかもねご紹介しているので、これもいいのかな。そうですね、はい、ぜひねそちらのブログなんかも読んでいただければと思います。はい、はい、では社長かなり長い時間をかけてご案内していただいたんですけど、はい、本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひこちらのね、お宅すごく本当に素敵ですので、ぜひぜひ見に来ていただければと思います。はい、今日は青野社長どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、それでは次回なんですけれども、次回のご案内です。4月26日木曜日12時からとなっております。ゲストは有限会社岩田建築様です。岩田建築様は、第3回目ということで出ていただきました、大工村.com様に所属していらっしゃる工務店さんです。はい、で地場の工務店さんということで非常にですね無垢の素材を使った素敵な家を建てていらっしゃいます。まあ、住宅だけではなく例えばレストランですとかそういうとこも手掛けております。非常におしゃれな実際の無垢に建てられる方ですので、ぜひぜひこちらも見ていただければと思います。それでは1時間お付き合いくださった皆様どうもありがとうございました。これからもですね住宅を建てたいという方にですね、少しでもお役に立つような情報を流していきたいと思います。またぜひ来月ですね、新しい放送始まりますので、そちらもご注目ください。今日は1時間どうもありがとうございました。